親御さんの願いとしてはやっぱり子供に虫歯になってほしくないとか、あとはやっぱりしっかり磨けてほしいっていうところがあると思うんですね。ただお子様の場合はやっぱりそんなに細かく歯ブラシを動かしたりすることができないので、どうしてもやっぱり磨き残しが多くなりがちなんですね。磨き残しがやはりあると虫歯の原因になってしまうので、細かな振動で歯垢をしっかり除去することが大切です。6歳から9歳頃っていうのは大人の歯と子どもの歯が混在していて、やっぱりとても複雑な形態になっていくんですね。で、特に一番奥の歯っていうのは多少も歯ブラシが行き届きづらくて磨きづらい場所になっていくので、歯ブラシのヘッドが小さくて薄いものの方が奥まで届きやすくて使いやすいかなと僕は思います。磨き足りないと歯がヌメヌメしちゃったりとか、やっぱそういう感覚っていうのもすごい大事になるんですね。あと親御さんがやっぱり自分の姿を見せるってところで、食べたら磨くっていうところをしっかり見せてあげることで、お子さんも習慣化しやすくなるんじゃないかなと思います。大事ですね。どうしても歯茎傷つきやすいっていうのもあるので、でやっぱり仕上げ磨きの時とかに傷つけてしまうと、やっぱりお子様の協力度も多少変わってくると思います。痛いから嫌だって言われないように、やっぱり優しい毛先のものとか柔らかいものを使ってもらうとより良いんじゃないかなと思います。歯医者さんで学んだことをやっぱりお家でしっかり実践してもらうっていうのがすごい大事になります。磨き残しが多い部分っていうのはやはり奥歯のところとか、あと歯が重なっちゃってるところっていうのが多いので、そういった部分をしっかりとブラシの当て方とかを指導してもらって当てられるようにしていくと虫歯にもなりづらくなるかなと思います。